エディオンエディオン東広島本店2012年9月の看板掛け替え後、デオデオ時代エディオン東広島本店は、東広島市最上町、味噌の境4598の位にある家電量販店のエディオンの店舗である。2009年11月20日から2012年9月14日までは、エディオングループのデオデオ店舗の一つであり、デオデオ東広島本店であった。 同年8月より、デオデオからエディオンへの看板の掛け替えが行われ看板の掛け替えは作業は終了した。以前より、デオデオは東広島市内に東広島店、黒瀬店と最上学園店の3店舗を構えていた。その中で東広島店と黒瀬店を統合し、東広島市内での規模を拡大するため、長年、 東広島店を置いていた最上町大坪から味噌の境の国道375号味噌の境バイパス沿線にある富士グラン北側へ2009年11月20日に移転をオープンした店舗名も東広島店東広島本店へと変更した売り場面積は以前の約2倍の約7200平方メートルと広くなったパソコンコーナーを専門店化し コンプマートに新たにネバーランドやインテリアコーナー、自転車コーナーを新設した。なお、最上学園店は当初より下見周辺に住んでいる大学生向けの小型店であるため統合されていない。2012年9月15日のエディオングループ店舗ブランド統一により現店舗名に至る。2016年5月30日から6月9日まで 店舗改装のため一時休店し、6月10日よりリニューアルオープン。3階のネバーランドが2階に移設、パソコンコーナーと CD、DVD ソフト売り場を縮小。3階を生活家電とリフォームに特化した売り場に変更。ありがとうございます。